佐久間良子、佐久間良子、佐久間良子、1939年2月24日体は、日本の女優、東京市、現、東京都練馬区出身、身長158センチメートル。1939年、東京、練馬の桜台にある裕福な家で生まれた、軍医だった父は地元でも、有数の大地主の次男で、戦後、製薬会社に勤務し、 後に役員になった。母は理科教室などに展示する人体模型を日本で初めて開発した製作所の長女。いわば両家同士の婚姻であり、何不自由なく育った。高い塀に囲まれた実家の敷地は500坪ほどあった。子供の頃家からほとんど外に出たことがなく、文字通りの箱入り娘だった。3歳下の妹と6歳下の弟がいる。 軍医だった父は、良子が一、二歳の頃は、満州に従軍していた。1945年3月、小学校に上がる直前集団疎開に出された。疎開先の群馬県磯部で痩せ衰えた良子の姿を見た父は、驚いてすぐに引き取り、家族と一緒に新たな疎開先の福島県氷に移り住んだ。地元の小学校に通い、野生児のように野山を遊び回った。 東京、練馬の実家に戻ったのは、終戦後1、2年してからだった。やがて、海進第三小学校に編入する。私立河村中学に入学。河村高等学校在学中の1956年、河村学園の先輩で、東映の女優、小宮光恵に誘われ、東京撮影所の運動会に出かけた。学校から帰宅すると、 応接官で、娘さんを、東映のスターとして育てさせてくださいと東映の、幹部が両親への説得を懸命に続けていた。固い気風の実家では、親族会議で、絶対反対の方針を何度も確認するだけだった。決めました。一年限りでもいいので、女優に挑戦しますと両親に宣言した。翌1957年に東映ニューフェイス第4期で、水着審査を拒否したが、 補欠後を隠し、東映へ入社。同期には、水木城,城、室田秀夫、曽根晴美、花園博美、山口陽子、山城慎吾らがいる。俳優座養成所で、半年間、研修を受け、この間に、東映動画、白蛇伝のモデルとして、初めてカメラの前に立つ。1958年、映画、美しき姉妹の物語、もだえる早春の早くで、映画デビュー。 続く、台風息子に部作で、江原慎二郎の相手役に抜擢され売り出す。以降、早くから東京撮影初期待のホープ女優として、デビュー2年目にして、雑誌、平凡人気投票の女優10位に入る。1960年8月7日、三景会館国際ホールで、講演会が発足。講演会長は、株式会社、ヤシカ専務の牛山自三郎。 10月には、帰還し、先が発刊される。1960年以降は、今井忠監督、白い崖、井木美代二監督、秘密、自ら映画化を希望した村山真嗣監督、故郷は、緑な力と着実な歩みを見せ、東映の看板女優として活躍。1960年、鶴田浩二の東映入社第一作、砂漠を渡る太陽で、 鶴田の相手役に奮し、以降、古藩の人でも共演。人生劇場美社格の頃から、実生活でも、鶴田の恋人として、大いに当時のマスミを賑わせた、ヤングレディ1966.3、21号南部、京一郎機構、佐久間良子と、鶴田浩二の禁じられた恋の結末、カーロン歩み、父、鶴田浩二新潮九1962年、 昭和三十七年三月三十一日からイタリアのミラノで開かれたミラノ国際見本誌の中で四月十五日から四月十九日まで開催されたミラノ日本映画見本誌のため四月十日、清水忠し、東方社長団長として川北長政、奥山徹、そして映画会社各社代表女優の吉永さゆり、日活、星ゆり子、東方らとともに 東映代表女優として、イタリアへ出発。騎手稽古が日本からではなく現地参加で、ミラノで合流している。4月25日、帰国。当時はまだ海外と航自由化の前で、貴重なイタリア訪問となった。1963年、映画、人生劇場美写格で鶴田演ずる飛車格の、上布という初の汚れ役が、話題になった。続いて、五番町を言リぎ 代表作。三景新聞社シルバースター主演女優賞、越後津津石尾や淵、湖のこと、1966年 NHK、主演女優賞、京都市民映画祭賞などの名作映画にも出演し、演技力も認められるようになった。1960年代後半に入り、東映は、薬ザ映画とポルノ路線を推し進め、薬ザ映画の藤純子に、 東映のトップ女優の座を譲り、以後、映画出演は激減した。当時、出演が決まりながら流れた、企画映画に、ロバータ、さあ歩きましょう、石狩平野等がある。1968年には、他社主演映画の小畜、我が闘争で、初の役柄でもあるヒロイン筒美玲子を演じた。同年、雪夫人絵図で観音のヒロイン雪を演ずるが、文芸作品は、 ヤクザとエロ前世の東映カラーに合わないとして、お蔵入りとなった1975年に日経で公開。また、翌年出演した、小畑金次原作、赤沙棚の映画化は、東映の興行に合わせて、ドスケベイ一代と、女優としては口にするのもはばかるような題名で、公開されると、一流女優として、磨きのかかった佐久間と、東映路線との距離は、離れていった。 1967年頃からテレビドラマと舞台に活躍の場を移し、テレビでは徳川の夫人たち、王女は飲みや、初舞台の1969年の春の雪は好評のため4ヶ月のロングランとなり、以後、日本を代表する女優として揺るぎない地位を確立した。テレビドラマでは特に NHK 大河ドラマ史上、数少ない女性主役を務めた。 女対抗期のネネ役が知られている。舞台では1983年に菊田和夫演劇大賞、1995年に文部賞芸術大賞を受賞している。2004年の舞台大作、六名館、三島幸夫原作では、元夫の平と成人して俳優になった長男、平武大との三人で共演が話題になった。地元でも、 有数の王子主の次男で軍医だった父は戦後製薬会社に勤務し、後に役員になった。1970年4月16日、佐久間は俳優の平見喜次郎と東京、赤坂の霊南坂協会で結婚式を挙げた。1974年7月、長男竹大、長女、双子を出産。1984年離婚記者会見。 平との結婚生活にピリオドを打った。離婚を決断した理由は作馬によれば、夫婦のギクシャクした空気はどうしても子供たちには隠し通せなくなり、ストレスが原因で、気がつくと息子はチック症というまぶたの筋肉が痙攣する神経性の病気にかかり、娘も妙に明るく騒ぐなど、様子が普通ではなくなっていた。ためという、か多数、楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。